この際だからマジに言わせてもらいますよ。私も見たことあるんです、リカちゃまの言う夢ってやつをね。え、本当なのですか？まあ細かい話は時間もありませんので省略しますが、その時の記憶だと、実はリカちゃまが死んで48時間経った後も村人は誰も死んでいないんです。その方法を応用すれば、連中の言っている緊急マニュアルってやつを否定できるかもしれない。それってどんな夢だ？悪夢ですよ。私がみんなを殺した夢です。まあそんなわけですから、逮捕令状は公務執行妨害の罪状で裁判所からもらってあります。よって現行犯逮捕されてから48時間はこの沖ノ宮署にて身元をお預かりするということになりますよ。うん。傷害と銃刀法違反はどうなりました？思いっきり宣言されていたんですけど。ああ、あれですか。実は入江先生から電話がありましてね。あれは改造モデルガンをあなたが店に来たら火薬の間違いで暴発したってことになりました。目撃者と被害者がそう言うんだから仕方ないし、裁判所にも報告していません。別にいいんですけどね。覚悟はできてるんですから。バカ言っちゃいけません。公務執行妨害なら所轄の判断で起訴を見送ることができますが、あとの2つは結構大変ですよ。前科持ちになるのは結構ですが、お友達と離れるのはあなただって嫌でしょうが。結構気を使ってくれてるんですね。驚きました。そりゃまあ私だって、ニック・キソノザキの娘を牢屋にぶち込んで、あのシワだらけのばあさんと子肉らしい姉子に一泡吹かせてやりたいとは思いますけどね。あの古でけ当主を守るために命がけできてるんだ。それぐらいのことはさせてもらいますよ。で、どうしますか？これから調書をお取りになるのでしたら、それなりにご協力をさせていただくつもりですが。いやいや、私らは今回完全にご手攻めですよ。何しろ相手は得体の知れない団体で、しかもこちらには味方が少ない。確固たる証拠でも出なければ身動きが取れませんので、完全に赤坂さんからの情報待ちですね。あらまあ、国家権力が何とも頼りないことで。面目ないことです。と、まあそれはさておいて、これは雛見沢の写真ですか？ええ、実は祭りの晩、
組合の集会場に遺失物として届けられたカバンの中に入っていたフィルムを現像したものです。他にもいろんな書類とかね。それってまさか。察しの通りです。間違いなく行方不明になった富竹二郎さんの遺失物でしょう。しかもかなりの重要物証だ。ここに届けられたのはまさに奇跡でしょうね。東京に関すること、特に高野美代に資金や指示を出している人間とそのルートがいろいろと書かれてありましたよ。赤坂さんには情報屋を使って昨晩書類を渡してあります。おそらく数日もしないうちに東京の悪巧み連中はこの雛見沢から手を引こうと考えるでしょうね。それじゃあリカちゃんは？ねえ、大丈夫でしょう。しかし気になることが一つあるんです。この建物なんですが、しおさん、あなた見覚えありませんか？私ちょっと度忘れしたようで、これがどこかはっきりせんのですよ。これは、この隅に見える山の形とか建物の色、どっかで見たような気がするんですけど。どうしました？この鉄パイプ、なんか書いてますね。見えますか？ほら。熊ちゃん、ここを拡大できる？一度やってみてくれますか？了解っす。ちょっとちょっとじいさん、せめてノックの返事を待ってくださいって。アホ、そんな暇があるか。鉄平の検視結果が出たぞ。血液中に薬物等の検出は全くなしじゃ。なんですかそりゃ。そんな報告なら後でゆっくりと聞きますって。最後まで話は聞け。いいか、薬物の検出が全くないにもかかわらず、首筋の注射痕が喉の傷を外れて残っておった。痕跡が蘇生された箇所、そして時間から逆算しても残留反応がないのは不自然じゃ。しかもその傷の周辺の下脳部に明らかに北条鉄平とは違う毛髪が一本発見された。それに付着した整髪量はかなり特殊な種類のものじゃな。少なくともこの村には売っておらん。じいさん、それで相手を特定できますか？ DNA 鑑定はまだ日本では導入されておらん。じゃが整髪量となれば話は別じゃ。今メーカーに問い合わせて製品の照合を行っておる。その後誰がそれを常用しているかを調べ上げれば有力な手がかりとなるじゃろう。ナイスです、じいさん。それがあれば重要参考人として警察も高野一味を捜査できる。それで行きましょう。なんのなんの。ん？これは何じゃ？採石場の小屋か？あ、そうか、これ矢郷地ですよ。ありゃ、よくこれでわかりましたね、じいさん。もちろんじゃ。わしはよくここで遊んだ口じゃからの。それより、この金を。リカ、大丈夫ですか？み、大丈夫なのです。多分。眠るのは結構でございますが、いびきだけは書かないでくださいね。もし聞こえたらベッドを蹴って叩き起こして差し上げますから。み、それじゃあ僕も聞こえたら
ベッドを思い切り蹴ってあげるのです。どちらが少なかったか競争なのですよ。負けませんわよ。聞いていただけますか？み、どうしたのですか、サトコ。リカには話しておこうと思いますの。3年前のあの事件のこと。み、サトコ、あの話はもう忘れるのが一番なのです。いいえ、聞いてくださいまし。私、ずっと眠ってる間、あの時のことを何度も夢に見ました。何度も何度も。それでやっと思い出したんですの。あの日、私はお母さんとお父さんの3人でドライブに行きました。本当は嫌でしたけどね。だってあの人、見かけは怖いのに妙に慣れ慣れしくて、私のご機嫌を取ろうとして、きっと今までのお母さんの恋人のように裏表のある人だって思っていました。だから決して懐いてやるもんかって心に決めていましたの。でも、惚れた弱みとでも申し上げるのでしょうか。お母さんはその人のそんな見せかけの優しさを本気だと受け止めて、ずいぶん入れ込んでおられました。それが、私には歯がゆくて口惜しくて仕方がなかった。お母さんは騙されている。そして、またしばらくしたら喧嘩して仲が悪くなって、そして別れて悲しい思いをするんだ。だから私がいつものようにいろいろと追い出してやるつもりで、その人に嫌がらせをしてやりましたの。そうすればきっとその人のメッキが剥がれる。それを見ればお母さんの目も覚めると思って。だって今までずっとそうでしたから。でも、その人はいつもと違った。怒るよりもいつも思い悩んで悲しそうで、夜中でもお母さんとずっと私のことで話し合っておられました。それが私には余計に気持ち悪かった。きっとこの人は何か企んでいる。そしてお母さんを味方に引き込んで、私を邪魔者扱いしてこの家から追い出すつもりなんだ。いや、もしかしたら私を事故か何かに見せかけて殺すつもりなのかも。そんなことをずっと考えていました。だからドライブで行った先で一緒に川を見よう、そう言って誘われた時は、きっと私を崖から突き落とすつもりなんだと思って、車の中に残ることにいたしましたの。そして車内に一人になったら、急になんだか寂しくなって悲しくなって、そして怖くなりました。やっぱり私はお母さんたちにとって邪魔者なんじゃないかなって。だからもしかしたら二人きりになったことをいいことに、お母さんとあの人は私を殺す算段をしているかもしれない。そう思ったら、耳の奥でキーンと嫌な音が聞こえて、全身が虫に刺されたみたいに痒くなって、気がついた時には私、車から出て物陰から崖に立つ二人を覗き見ていましたの。そしたら。大丈夫ですか、あなた。昨日も遅かったみたいですけど。ん？ああ、もちろんじゃ。なんせ賛成派の連中の仲介役はわしでなければ務まらんからの。下手に顔を出せば園崎のばあさんのお怒りを買うって、みんな震え上がっているんじゃから。そんな役回りですね、本当に。
まあ嫌われることには慣れちょるわ。こんなこわもてでのぶとい声じゃ好かれる方が珍しいわい。私も最初はそうでしたよ。初めて会った時の怯えた顔、今でも忘れとらんぞ。まあそのせいで里子ちゃんには申し訳ないことしちょるがな。あなた、わしの夢じゃった。優しい女房、可愛い子供、ほとんど諦めていた分、一度に手に入ったのが本気で嬉しくて浮かれてしもうた。そのせいで里子ちゃんにはいろいろ誤解させてしまったんじゃろう。あの子は悪ない、わしが間違っておったんじゃ。そんなこと。それにわしがお寮婆さんに逆らったせいで、さとし君とさとこちゃん二人には本当にすまんことをしてしもうた。村の連中が冷たい仕打ちをしていることくらいわしにだって分かっとる。けど賛成派の連中の手前、ここで屈して頭を下げるわけにはいかんのじゃ。大丈夫ですよ、二人とも強い子です。いつかきっと分かってくれると思います。私がいけなかったんです。ちょっと言い寄られて、優しい言葉をかけられるたびに浮かれて、相手の人に嫌われまいと、あの子を邪険に扱ってしまった。どれだけ里子が構って欲しがっていたのか考えもしなかった。あの子にはどれだけ詫びても足りん。だから国から補助金をもろうて引っ越したら、精一杯償いをしたいんじゃ。わしらのことはいい、あの子が幸せになれるように。その後どれくらい時間が経ちましたでしょうか。気がついたら私地面に転がっていましたわ。そして顔を上げたら、見えたのは無残に壊れた柵。お母さんとお父さんはどこにも見えなくなっていたんですの。
さとか、それは本当なのですか？正直、今までずっと自信が持てませんでしたわ。私はずっとお父さんのことが嫌いだった。だから今度も嘘っぱちで、本当は私が二人を殺しただけなんじゃないかって。でも、最後に見たお母さんとお父さんの顔、はっきり思い出したんです。私を一緒に落とすまいと、懸命に私を突き飛ばして。そして、私が無事だと分かったら、二人とも、笑って。もう、いいのです。もう、本当にいいのですよ。いいえ、リカ。もしかしたらこれは、私の逃げる気持ちが生み出した虚言かもしれない。でも、目覚める前に、夢の中の声が言ってくれたんです。夢？ええ。どうか泣かないで。あなたを救えて、二人は最後まで喜んでいたから。その言葉が、私を救ってくれた。ずっと自分の記憶の中に封じ込めていた、私の罪を、許してくれた。あの声は、もしかしたら、リカの声だったのかもしれないって、今なら思います。だから、あなたのことは、この身に変えても守ってみせます。それが、私の食材と生きがいなんですわ。だから、どうかこれからも協力してくださいましね。サトコ。僕は、サトコの友達でいられて、本当に良かったのですよ。私もでございますわ、リカ。お疲れさんです。今のは誰からです？今度はうちの所長っすよ。だんだんと手強くなってきましたね。けど、俺の敵じゃないっすよ。覚悟を決めた男の力ってやつを見せてやりますって。それにしても、所長が今日所長会のゴルフでよかったですね。直接来られたら少々うるさかったでしょうし。ゴルフ場から電話とは、仕事してんだかしてないんだか。大高君め、所長と一緒に乗り込みたかったろうに、今頃悔しがってるぞ。間接攻撃でダメなら、次は直接攻撃ですかね。乗り込んできますか？大高のやつ。所長が捕まらないんじゃ、自分で乗り込むしかないと踏むでしょう。もうじき8時半か。下の窓口が開く頃だ。大高君の性分だと、多分堂々と胸を張って正面からやってくるでしょう。自分だけが正義だと思ってる奴にありがちっすね。よし。水際撃退と行きましょうかね。熊ちゃんは取調室を頼みます。例の現像は終わりましたか？もう少し。ああ、今は来たっす。こっちこっち。
よ、おはようございます、大高くん。これはこれは、おはようございます、大石さん。それから、私のことはくんと呼ばないでください。もうあなたにくんで呼ばれるような立場ではありません。まあまあ、そんなこと言わずに、大高くん。同じ宅で麻雀を打ったよしみじゃないですか。あなたとゆっくり休校を温めたいところですが、今日は急ぎの用事がありますので失礼させていただきます。まあまあそう言わずに。あんたが交流剣道大会で賞状の執行委託を忘れて泣きついてきたとき、助けてあげたでしょ？こっそりステージ裏で書いてあげたから無事表彰式ができたんじゃないの？その件については感謝していますが、今は関係ないことです。ありゃ、感謝してくれてましたの？なっはっはっは、そりゃ失礼。そういう話はとんと聞いたことがなかったもので、県警では私が書きたいとわがまま言ったから、執行委託を断って、わざわざ書かせてやったんだって話で通ってましたよ。症状の文字があまりうまくないので、どういうことなんだと本部長に聞かれて以来のあなたの言い訳のはずですが。さあ、どうなんでしょうね。誰かが誤解してるんじゃないですか。私は、そんなことを言ってませんよ。県警本部はあなたの島だろうが、あいにくここは沖宮署でね。あんたの思い通りにゃそうそうならんってことです。ほう？それはどういう意味ですか、大石さん。あんたがここへ何しに来たかは知らんが、あんたの島は極楽だ。沖の宮じゃない。おとなしく引き上げてもらいましょう。何の権限があってだね。そちらこそ何の権限があってですかな。県警本部で現在捜査中のある秘匿捜査事件についてだ。その件に関連があると思われる重要参考人がこちらにあると聞いてね。なら電話でお問い合わせを。沖の宮はね、貧乏人の町ですから、オーダーのスーツなんか着てるボンボンの来るところじゃないってことです。あなたエリートなのに、一罪一逮捕一交流の原則を知らないんですか？被疑者は公務執行妨害で逮捕令状を発行し、それに基づいて取り調べを行っています。起訴するまで48時間以内は所轄に拘留する権限があるんですよ。なら、さっさと起訴して送検してください。いやー、そうしたいところですが、今回の被疑者、ものすごく口が固いやつでして、目視を貫いてなかなか自供してくれないんですよ。ね。なら、その取り調べに我々も立ち会わせてもらおう。嫌です。は？私は、県警本部の秘匿事件担当として。それが本当なら、私はあんたの刑事魂を疑わない。刑事魂は高潔だ。そりゃあお給料がもらえなかったらこんな商売誰だってやりゃしないです。ですがね、それだけじゃ測れない魂がなきゃ刑事は務められないんです。あんたにその魂があるってんなら、私はここを譲りますよ。なら、そこを譲ってもらいましょう。私も刑事魂でここに来ています。
そこをどいてください。なら私をその刑事魂で押してどかしてみなさい。ほれ。なんですって？あんたの刑事魂が私の刑事魂に負けないくらいに重いものなら、私なんか簡単にどかせちゃうはずですよ。ほれ、試してみなさい。あんたに取り調べの決定権はないはずだ。警部より下の人間に容疑者を拘留できるとでも思ってるのか。なあ、それならうちの三田警部に交渉を。彼に今回の取り調べの許可をいただいておりますので。と言っても今別件の捜査に出ていますけどね。ならさっさと呼び戻せ。呼び戻せだ？言っときますけど、彼は気弱だが、信念はとびっきり強い男だ。同じ警部なのにあんたとえらい違いでね。簡単に脅しに乗ると思ったら大間違いですよ。どきたまえ、今すぐどかなければ、捜査妨害で君を告発することもできるんだぞ。ほう。それどんな捜査ですかな。話してくれりゃ協力もしますよ。だから君もわからない人だな。秘匿捜査だから君ごとき田舎署の刑事には話せんのだ。なるほど。全部話せないなら一部でもいい。あんたその仕事に何を背負ってますか。背負う？何を言ってるんだ。私はね、背負ってますよ。私の後ろには村の住民の命運2000人分があります。あんたを通せば2000人、いやそのご親戚やご家族も含めればもっともっと大勢の人が悲しむことになる。あんた分かってますよね。何の話か、さっぱりだ。腹を割ってやる。あんたの飼い主は恐ろしいことを企んでいる。あんたはそこまで想像がついちゃいないだろうが、何千人もの人が不幸になる恐ろしい陰謀を企んでいるんだ。そいつがくじかれる瀬戸際だってんで、多分家に帰ってくつろいでいたあんたを呼び出してすぐに調べろと命じたんだ。いくらの小遣いで頼まれてるかは知らんが、それがあんたの刑事魂より重いってんなら。何を言ってるのかさっぱりわからないですよ。とにかくそこを通してください話になりません。このことは後日必ず署長に抗議させていただきます。おお、待たんかい。話はまだ終わってませんよ。話してください、お医者さん。ありゃん、大して力を入れてるつもりはないんですがね。あんたに真の刑事魂があったなら、こんなのには屈しない。
あんたの揺るぎない正義魂が私なんかあっさり打ち倒して踏み越えていくでしょう。だがあんたこの程度の腕も剥がせない。なんでかわかりますか？あ、離せ。てめえには刑事魂がないからだよ。これは捜査妨害だ。公務執行妨害、いや傷害の現行犯だぞ。緊急逮捕しろ。どうしましたか、大石さん。いえいえ、県警の青二歳が筋の通らんことを言い出したもので、ちょいと先輩として指導したまでです。なるほど。あなたの言い分はわかりました。私も子供の使いでここに来ているわけじゃない。いい根性です。胸を貸しますよ。わかってこいよ、二世が！甘いわ！そんなもんか！お前の刑事魂はそんなもんか！俺は雛見沢2000人を背負ってる。諸葛管内2000人の命を預かってる。ならば2000人を押しのける気迫で今回。わかりました。ならばお教えしましょう。私が担当している事件は、あなたもご存知の S5 絡みです。その経由で、とある方面から真偽を確かめてほしいと依頼されたのです。回りくどい言い方じゃわかりませんな。もうちょいとわかるようにお願いします。何しろ、疑われているのは、雛見沢地区では信仰上のマスコットともいえる少女の安否なのです。それが事実かどうかすぐに確かめなければなりません。だから電話で説明したでしょう。現在調査中。まだまだお時間がかかります。いや、言いたくなかったんですよね。この依頼はもう伏せ字はやめましょう。あなたの大の苦手の園崎議員からです。あの紋付き袴の怖い人ね。確かに苦手ですね。あの人に凄まれたら私も道理引っ込めて無理を通すしかありません。そうでしょう、そうでしょう。その園崎議員から大至急フルで理科がどこに拉致されているか、そして生死について確かめてほしいと依頼されたのです。住民の依頼ですからね。住民のための警察です。引き受けるのは当然ですよ。何しろフルで理科は雛見沢ではただの少女じゃない。特別な意味を持つ少女です。
その少女が拉致されたなんて話が未確認情報でも流れれば、それを確かめたいと思うのは至極当然。そうです。あんた、そういうのは一般の方の耳に入らないところで言った方がいいですよ。ここロビーですから。あ、これは失礼。のリカ邪魔がなくなったってのは本当なのかい？ご安心を奥さん。まだそうと決まったわけではありません。それを確認するために県警から参上しました。そうです、まだそうと決まったわけではありません。現在それを確認中なので、お待ちをと申し上げているだけなのです。その確認に立ち会わせろと言っているのです。いいんですか？私は園崎議員の依頼でここに来ているのです。その私にここまでの邪魔をしてくれたというなら、それは全て議員に話します。困ったことになるの。大石さん、あなたの方なんですからね。そろそろ降参した方がいいんじゃありませんか？あらやだ、サブローさん、そんなこと頼んだのかい？そこの県警さんや、すんませんがの、それ園崎議員さんが本当に頼んだんですかいの？ええ、そうです。私が議員から直接依頼されたのです。どうです、大石さん、さすがに降参では？さあ、議員が怖かったらそこを開けてもらいましょうか、大石さん。反則切符の再交付は8番の窓口でご相談を。は？私がいつ反則切符など。なあお前さん、本当に園崎議員に直接依頼されたんだね。秘書とかそういうのじゃなく。そうですとも。こう見えても園崎議員とは懇意な関係でしてね、直接お電話をいただくこともあるのです。お前誰じゃ？は？名乗るほどではありません。県警本部に勤める一警官に過ぎませんよ。あまりにも出来すぎなシチュエーションで、そのハ , 笑うしかないですな。なんだ、やっぱりこれは笑ってもいいところなのかい？それは私も気づかなかったわ。どうしたんですか、今日はご一緒でお越しになって。いや、それがね、例の切符なんだけどさ、左折禁止の看板が茂った葉っぱで見えなかったんだよ。その出口に白バイが待ってるってのは、ちょいとやり口が汚いんじゃないかいって言ったらさ、三郎さんがそれは抗議した方がいいって言って、こうしてついてきてくれたわけなんだよ。行動の樹木は市役所の管轄ですからね。よくそういうのうちに来るんですが、なんともしがたいんですよね。それを知りながら出口で待ち伏せとるっちゅうがけしからんと思うてな。
こうして抗議に来たんじゃ。わかりました。そいつは市役所と交通課に私の方から言ってきますんで、今日は一つ穏便に済ませちゃもらえませんかね。あんたがそう言うなら顔を立てようじゃないか。今日は引き上げるとしよう。でも違反切符はちゃんと支払うんですよ。規則です。カチンとくるお人だね。カチンとくるお人でしょう。お茶目な一面もたまにあるんですがね。私は今そこの大石刑事と重要な話をしている最中なんです。さあお二人とも用が済んだらお帰りを。そして良い一日を奥さん。ああ良い一日をね。県警の旦那も。県警の旦那、私は生まれてこの方、嫌いなものが二つある。何かわかるかい？は？は？一つは椎茸。生まれた時からこいつだけは苦手でね。食うのもダメだし、出汁を取ったのもダメさ。もう一つは嘘。食わされるのもダメだし、出汁に使われるのも気に入らない。ここまで苔にされちゃ引けないね。獅子骨の鬼姫、園崎茜、売られた喧嘩は値引かないのだけが自慢さ。そう、園崎家のあんたが言うな。あと鬼姫って部分を一市民に置き換えれば完璧です。ああ、ご説明します。こちらは園崎茜さん、獅子骨市婦人研究会の副会長さんです。こちらは園崎三郎さん、県剣道連盟の名誉理事さんです。それより前に肩書きがありますね。失礼。獅子骨肉選出の権利、園崎先生です。え？いや、お二人とも県警剣道部師範代の大高君に稽古をつけるために本日はお越しくださったんですよね。なっ、ははは、朝から本当と申し訳ございません。ささ先生方を道場にお通ししてください。なんじゃい、お前さんとは懇意な仲じゃら。踊りが言うたんじゃ、今日はとことん付き合ってもらうぞ。私も久々に燃えてきた。さて、私も取り調べに戻りますか。待ちかねましたよ。遅くなってすみません。例の件ですが、おかげで動きがありました。司法取引で
明日中にでも結論を出せるそうです。かなりの大物が動いていたので内心どうなることかと思いましたが、仲介役の人間を差し出すことで向こうから提案を申し出てきたので、まずは一段落です。ありゃりゃ、人見悟空ですか。その人も気の毒ですね。でもないですよ。どうやらそいつ、女性なんですけどね、かなりの狐で、名前を肩書きと同じ数だけ持っていたようですよ。いわゆる二重スパイってやつですね。いや、三重かな。どっちにせよ、鷹の御をそそのかして、その後自分の手柄とする予定だったみたいですから、自業自得ってところでしょう。まあ、その顛末はまだ末端に行き渡っているわけではありませんから、抑止力が働くのは明日以降となります。それまではリカちゃんの身の保全を継続してお願いします。私が動くよりも若い人たちがずっと積極的に頑張ってくれてますけどね。大石さん！何ですか、クマちゃん。あんまり大声出すと、一般市民の方まで驚いてしまうでしょうが。それどころじゃないっす！ああ、赤坂さんも！ちょうどいいっす！早く来てください！何ですか、あなたたちは。どこへ行こうというんです。そんな格好でこの先に立ち入ることは私が許しません。おい。はっ！何をする！こんな狼藉が許されるとでも、案内してもらいます。北条里子はここにおりますんで。今絶対安静なんです。一体あなた方は何の目的で入院患者にこれだけ大勢で押しかけてきたというんですか。おい。正気ですか。彼女をここから連れ出して一体どこへ連れて行こうというんです。答える必要はありません。私は上の命令で動いているだけに過ぎませんので、文句がありましたらそっちにお願いしますんで。上？あなたの上とは一体誰のことです。三佐ですわ。鷹の三佐に勾弁してください。鷹の三佐ですって。
バカな。彼女は死んだと昨日あなたが自分で報告してきたんでしょうが。しらばっくれるのはもうやめましょうな、ニサ。何を、あ、所長、あんたにはスパイ疑惑がかかっております。これ以上こっちの行動に対して邪魔するようでしたら反逆行為として拘束しますけど、よかですか。スパイ、私が何を根拠もなく。フルデリカの失踪情報が東京本部に漏れたのはあんたからのリークだと私は睨んでるんですがね。埋伏の毒とはよく言ったもんです。ぼややんとした外見に騙されるところでしたわ。おい、連れ出せや。連れ出してどうするつもりです。この子に何の罪がある。この子が一体何をした。こんな非人道的なことを許されるとでも思ってるんですか。北条里子は R および園崎紫音の重要関係者です。現在園崎紫音は R の行方について黙秘を続けているといいますが、この娘の身柄と引き換えといえばどうなります。この恥知らずども、この子に少しでも触れてみろ。貴様ら全員タダで済むと思うな。もう一度だけ言います。邪魔をするな。私はこれでも医者だ。そんなことをたとえ命と引き換えでも認めるわけにはいかない。そうですか。なら静かにしていただけませんこと。うるさくてよく眠れませんわ。さとこちゃん。ほう、意識が戻っとったんですか。どういうことですね、所長。今起きたところでございますわ。これだけギャーギャー騒がれては死人だってびっくりして飛び起きますわよ。大体情けないとは思いませんこと。こんな小さな診療所に軍隊だかなんだかよくわからない格好の殿方を大勢集めて退山命導してネズミ一匹とはよく言ったものでございますわ。なんだとこの小娘。そんなにこの小娘が恐ろしいのでございますか。連れて行くならこんな脅してなさらなくても毒へなりとも参りますわ。何も知らない、何も企みも裏表もない監督さんに乱暴なことをなさらないでくださいまし。連れて行け。どうした。何でもありませんわ。足に力が入らなかったから気合を入れただけですの。
さとこちゃん。監督さん、今までありがとうございました。ニーニーたちのことよろしくお願いしますね。私はそのお気持ちだけで十分でございますわよ。仲間を守るためなら私は命だって惜しくはありませんから。入江所長、詳細は後日にでも頼んます。おい、所長も別室にご案内しろや。